今週のゲストは株式会社インディゴ気仙沼代表取締役藤村さやかさんです。リモートでのご出演となります。藤村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤村さんはアメリカミシガン州生まれ、結婚出産を機に。宮城県気仙沼に移住され。2015年、地元の主婦たちと染色工房インディゴ気仙沼を立ち上げて。 インディゴ染めの染料作りから、衣類などへの染色販売まで行っていらっしゃいます、えー、藤村さん、ここにあのスタッフが取り寄せてくれた。インディゴ気仙沼の木箱入りのスプールがあるんですけど、これ綺麗な色ですね。ありがとうございます。あの手触りもさすごい。こう。優しいっつうか。まあ一見絹みたいなんだけど、ちょっとあの？ えこれは、えー、ベストセラーロングセラー商品だということなんでちょっと自慢してもらえませんかね <laughs> <laughs> えとそちらは基準色スタンダードという色味になりまして、はいえー、2015年に全商工房を立ち上げた頃からのロングセラー商品なんですけれども、はい、今年で東日本大震災から10年という節目なので感謝を込めた特別価格で木箱入りで。 えー、バレンタインの期間中にご提供させていただいた商品です。インディゴ毛繊のマの感謝ギフト一万五百円税込み、えー。これはあれですか。あの生でできてんですか。あの繊維は？えっと繊維自体は綿が九十五パーセント。 それからしなやかさを与えるために5%、レイオンを入れています。えー、でもあれですね、手触りはさ、そんな面とは思えないぐらいこう優しいのは、やっぱりこれ、藍染めというかインディゴ染めのせいなんでしょうか。藍染め自体の手触りというのもあるんですけれども、素材にもこだわっておりまして、私たちが一番最初、子育てサークルから始まった関係で、妊娠している、 お,お肌の敏感な女性でもチクチククしない素材にこだわって開発を繰り返しま,したまあでもまず藤村さんが気仙沼で地元の主婦の方たちと染色工房を立ち上げただけど気仙沼ってねなんか漁港で男男たちの港町って感じなんだけどえなんであれなんですか気仙沼でその女性たちの染色工房を始めようとなさったんですか そうですね2013年ちょうど震災から2年経った頃に気仙沼を訪れる機会があったんですね、うん、地元の男性と結婚する機会がありまして、はい、その結婚と出産を機にこちらに移住してきたんです、うん、小さい子を抱えながらこう働こうとしてもどうしても田舎町なので年部ほど 時短勤務ですとかフレックスタイムを導入した企業っていうのがまだその当時じゃなかったんですねはいそれで未就学児を抱えながらも子育てして、えー、仕事できるようなそんな職場を作ろうという話になったのが始まりですまああれですかあの、えー、アメリカから戻ってきて東京で会社勤めしてたみたいですけど その時からこの染色に関する知識とかそういうものはあったんですか。全く初心者でした。でもすごい同郷がいいですね。あの、えー、まあ資料を見せていただいたらあなたの中では血線沼海ブルーが、えー、背景にあるって書いてありますけど、僕のイメージはなんかあの全然青いブルーじゃないのに、えー、そこへ飛び込んでったと。 で最初はどんなところから始めたんでしょうそうですねあの、東京に15年住んでいた頃はですね、28歳の時に起業しまして、食、食べる方の食ですね、レストランだったり、えー、食品業者さんの PR をする仕事をしていたんです。はい、いわゆるマーケティングとか広報といった仕事ですね。うん なので藍染めというのは全くの畑違いではあるのですがマーケティング的に何て言うんでしょうね日本では先細り産業と言われている藍染めなんですけれども海外の方からは未だに根強い人気がありますしそれを、えー、田舎の漁港ですね港町の女性たちが手染めして。 自分たちで工夫しながら作っていくというストーリーがついていけば必ず地元のお役に立てるのではないかという確信がなぜかその時あったんですよねなるほど実はあれですもんね僕たちもこうやってこのストーリーに興味を持って <laughs>、まあ、取材させていただいているわけですから、まあ狙いは間違いないと思うんですけど。ハストーあの 写真で拝見したんですが、工房があるビル、これもなんかあれですね、物語がありそうですね。はい、と、今文化庁から国登録して文化財に指定していただいた建物でして。えっ、ー、と、昭和八年竣工の歴史的文化財です。あ、ま元は何に使ってた建物なんですか、これは。元はですね、平野商店という、気仙沼では有名な。 えー、馬作りという商品を作っている醸造元なんですけれども味噌ととかお醤油の醸造元として始まったそうですなるほどへえなかなか気仙沼に全部あれですね藤村さんから出てくるキーワードは僕が想像してたものとことごとく違うんですけど <laughs> そのインディゴ気仙村の立ち上げの時のメンバーは何人だったでしょうか私含め3人です それで、その時の、その三人の方って、全くみんな経験がない方だったんですか。そうですね。私は東京から移住してきたばかり。他の二人は気仙沼で生まれ育った。お二人ですね。で、三人とも子供がいて。でも働きたい。どうしようという、同じ課題を抱えている三人でした。ええ。最初あれですか。普通はあれだよね。ど,どっかで、その、まあ。 インディゴでも藍染めでもいいんですけどやってる人に教わるとか誰か研修に行くとかそんなイメージなんですけど最初はどうやってあれですかその立ち上げたんですか知識もないのに最初はネットで藍染めを調べたりとかすごいな <laughs> 図書館で本を借りてきたり、はい、あとは。 えー、どこかの大学教授が発表している論文で藍染めの仕組みについて書かれたものだったりそういったものを読み込んで自己流に自分たちで勉強していましたね。うん、いいですねもうとにかく思いで突っ走ってる感じがワクワクしますけどあの、まあ、そういう試行錯誤をやられてて最初の商品として出来上がるまでにどのくらいの期間かかったんでしょう 三ヶ月ぐらいでしたかね。え、そんなもんでできちゃ、できちゃったんですか、すごいな。<laughs> えー、僕三年ぐらいかかったのかなと思ったけどさ、三か月であれですかい。い、今現在のもののレベルまでできちゃったんですか。コンセプトは割としっかりしていたので。はい、私たち子育て中の母親がわざわざ。その少ない時間を持ち寄って。 藍染めをする意義は何だろうかということで、はい、子どもでも、まあ、赤ちゃんでも大人でも安心して使える生地を自分たちの手で染めていきたいということでまずは出産子育て関係の商品だけに着手しましまたなるほど昔から藍はいろいろな効能があるといいますけども。 えー、科学的に、まあ、証明されてるんですよね、いろんな効能が。そうですね、インターネットで調べてもたくさん出てくるんですけれども、私たち自身も、あの私たちの工房で染めた生地を、えー、検査していただいていまして、染色前と染色後では、抗菌性と防臭性、それから、えー、UV カット効果がかなり高いという数値が出まして。 それを歌わせていただいています。まああの皆さんあの子育て中だったってことで、その赤ちゃんのいろんな身の回りのものもお作りになったんですよね。そうですね。よだれかけとか赤ちゃんの肌着、あと今でも人気なのがベビー用のジンベイですね、えー。ベビー用のジンベイ、えー、ユユニークなものをいっぱいあれですねやっぱり。 自分たちの生活に密着してあの商品開発をしていくと。で実際に販路っていうのはあれなんですか通販だけだったんですか最初は。最初は直営店のみであとはどんどん本当にいろんな方のご縁で今は EC サイトですとかふるさと納税もありますしそれから。 伝統工芸をモダンに再定義したものを集めている EC サイトですね、うん、それからはあとは百貨店といった売り場になっておりますまああの、えー、藤村さんのインディゴ気仙沼では幻の染料と言われている植物の栽培に挑戦されていると聞きましたけど この幻の染料って、あの、何のことなんでしょう。十六 <laughs> 世紀、十七世紀あたりにヨーロッパで流行った、水稲植物なんですね。うん、自然界には、青色ってたくさんあるんですけれども。実は、天然の染料で、青が出せるものって、すごく少ないんです。うん、で当時は、ラピスラズリという石を砕いて。 それで染色していたので青色を纏うことができるのって本当に王様とかぐらいしか位の高い方ぐらいしか着れない色だったんですけれどもこのパステルという植物から青色の色素が取れてそれを生地に纏わせることができると分かってかなりヨーロッパで流行したんですって。で貴婦人方が こぞってパステル染めのドレスを仕立てさせたりとか、有名なのはナポレオン軍の軍服ですね。あの軍服の染色に採用されたのがパステルです。そのパステルはあれですか。あの見つけてらっしゃって、えー、どちらから輸入して栽培、えー、されたんでしょう。あ、フランスのトゥールーズから少しお分けいただく形で輸入しました。 もともとはその中世ヨーロッパで流行ったものの一度忘れれ去られてしまった草なんですねトゥールーズにいるデニス・ランベールさんという方が植物博物館に保管されているパステルの種を数粒もらってきてそれを自家採取自家採取して増やしていった種があるんですけれどもそれを2キロ購入させていただきまして。 気仙沼でも栽培を始めました。まああの気仙沼で栽培を始めましたって簡単に言いますけど、結構あの栽培方法も大変だし気候も違うだろうし、えー、どんな苦労があったんですかね最初は。あの気候的にはですね、あの気象学を専門にしていらっしゃる教授の方に現地に来ていただいて、ヨーロッパが入ってくる西岸海洋性気候と。はい。 この辺デのィア,アスのこの気候がかなり似ているというその理論をお話しいただいたんですね。なので発芽条件がかなり難しい植物だと聞いてはいたのですが無事発芽ししてくれました。その後はですね世界中に栽培資料がなくて、えー、トゥールーズの方でも古い文献を 紐解き、こうパステルがパステルと呼ばれ始める前のパステルのことを記述している箇所じゃないかっていうところを読んで再現していったらしいんですね。私たちもフランス語だったり英語で書かれた文献を翻訳して一つ一つ挑戦していくそんな挑戦でした。でもなんかあれですね、聞けば聞くほどあのもうゼ,ゼロ知識ゼロから。 進んでいくっていうその原動力昔からあれですか藤村さんはそういうなんかイノシシじゃないけどさちょっとつ申しっていうかさそういう性格だったのあんまり知らない方がパッと入っていけるなという考えはありますねいやでも素晴らしいのはい今あれですよね最初からこのインディオ気仙沼ではマーケットとして日本国内だけでなくまあ、海外マーケットも視野に入れてたそうですけど 実際あのアメリカでも取引されるようになってるんですよねそうですね今ニューヨークのセレクトショップで一件扱っていただいてますなかなか素敵な話じゃないですかあのフランスのトゥールズから種を仕入れてニューヨークのセレクトショップってなんかあなたもう嘘つきみたいな話がうまいね <laughs> 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 ジェイウェイロハースター あのこのあとですねその藤村さんの中でどんな展開を今まあ,あ計画を立ててらっしゃるんでしょうそうですねうん私たちはその今までいう資本主義の中で一旦妊娠出産子育て期で仕事を離れた昔で言う M 字曲線の谷間の部分の人たちからこう当事者として立ち上がった団体なんですけれども。はい いろいろ見渡してみると実は田舎も過疎化地域で60代以上の方がたくさんいてその方々はその方々で100%の力で働けないけれども働きたいというそういったお気持ちが終わりだということに気が付いたんですね。うん、なので今は60歳以上の方を斜め、えー、お雇いしているんですけれども。 やっぱり彼女たちと働いていると人生の知恵もすごいですしいろいろなライフステージの中でこう働きたいんだけれども働ける環境にないっていう方がたくさんいらっしゃるんだなということに気がついたんです。で今はパステルを栽培をマニュアル化できましたので外部にどんどん OEM をお願いしているんですけれども。 えー、今そのパステルの栽培をお願いしているのが秋田県にある、えー、障害者支援施設ですねああ自立支援施設にお願いしておりましてうんといやでもあれですよ、まあ、さ,さらに物語が広がってワクワクしますけどあの藤村さんのこの、はいえー、ホームページかな資料を見てると。 いわゆるこれからはいわゆる歯医者の戦い方が生きてくるってあなたおっしゃってるけどこの敗者の者戦い方ちょっと説明し,していただけますか私も20代30代は東京にいましてそれこそマジョリティの戦い方王道のこれをすればお金を稼いでいけるよねっていう手法をやっていたんですけれども田舎に引っ越してきて情報がそれほど届かなくなったり。 あとは自分自身子育てをしながらだったりと、そのマイノリティならではの地べたに這いつくばってでもこうお花を見つけていくようなそういう生き方が今後もしかしたら増えていくんじゃないかなと思っていくんですね。それそれがあれですか敗者の戦い方うん。うまくは説明できないんですけれども。はい ででもあれですかやっぱり藤村さんはアメリカで生まれて育ったその時もやっぱりあの現地ではマイノリティだったんですかねやっぱ。そうですねあのアフリカアメリカンやインディアンの方々ほどではないんですけれども、はい、アジアンアメリカンもやはりあの差別は受けますし、はい、そのマイノリティであることにすごく慣れているんですよね。は<ん>なので マイノリティであるからお金が稼げないとか幸福をつかみに行けないということではなくていろんな生き方をしている人がそれぞれいろんな働き方とその人々の間に笑顔を作っていく手法があるんだっていうことを一人一人が築いていく世の中になっていけばいいなと思って私たちは活動しています。 あの気仙沼は東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受け今なおさまざまな課題が残っていると思いますが藤村さんあの震災から10年を迎えたんですけども素直にこの変化どう今感じていいらっしゃいますかうん私が気仙沼に初めて来た時はちょうど余命に来た地域が6メートルの津波被害に遭ったところだったんですね。はい 建物も少なかったですし、唯一残った建物も。津波やヘドロをかぶって灰色だったり、壊れていたりしたんです。街をこうお散歩してみても、色というものがなかったんですよね。なるほど。なので最初は、あの私たちが染色公募を始めた時は。あの、お亡くなりになった方の遺品を。 おお持ちになるお客様が多くって、うん、それをこうヘドロで茶色くなってしまったのを何度も洗い直したんだけれども取れないと藍、はい、で染めたら生まれ変わるんじゃないかということで皆様お持ちいただくんですけれども、うん、それを染めてお返しするとこれで亡くなった方の遺品をこう常に身につけていつもそばにいられるとそういうところから私たち始まったんですね。なるほど今は ようやく、えー、仮設住宅から災害公営住宅に移った方々が、えー、仮設にいる時は「おしゃれなんてできなかったの?」ってだけど災害公営住宅に移ったらその自分の好きなおしゃれができるようになったからずっとインディゴさんのストール欲しかったのよねってお一人で買いにいらっしゃる女性が多いんです。なるほどか,からやっぱり 災害に遭った土地って茶色とか灰色とか黒が多いんですけれども10年経って新しい建物ができたりとかその彩り豊かな服装する方々が歩くようになって色ってこう生きるるバロメータータにななんだっっててすすごく思ってま,すまあ今日もあれですもんねピンクのお召し物を着てらっしゃってそれで藤村さんお,お聞きしたいんですけどあの藤村さんの旦那一体何やってるんですか 今は、えっ、ー、と、業務を作る会社でお世話になっております。あ、じゃあ、あ旦那はサラリーマンやってんの。はい、溶接工で、はい、あの、怒りとか作ってるみたいです。なるほど、面白いな。いやいや、今日は本当にありがとうございました。まあ、地元の方も、の雇用がどんどん広がってって。あの、素晴らしいエネルギーだと思いました。まあ、これからも頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。J-OA <music> loha Talk.